スト&ボーカルユニットアップルバスター、もう間もなく登場いたします。はい、それではステージの方に登場いただきましょう。アップルバスターの皆さんです。それではどうぞ。
ちを初めて素直に伝えよう。乾いた僕の心にそっと君の優しさが鳴り響くんだ。いつだってどこだって笑顔私らしく。
斜め上の君の顔に近づきたいよ。何度もつも下に逃げしてたんだ。もう何度も無情と言えるはず。頭の中でぐるぐる回る言葉ちゃう。というわけでね、アップルバースト初めて見られた方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、私たちは福岡を拠点に活動しているダンス&ボーカルユニットです。多分誰も知らないかもしれないので一人一人自己紹介させてください。ほい。はい、18歳の小森ひろみです。今日は、たくさん集まってくれて本当にありがとうございます。最後まで皆さんで楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。21歳、アップルバスター新メンバーのゆりです。野外ライブ、私は初めてなので、今日は楽しみたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ。はい、シポリンこと村山しほりです。今日はね、本当アジア、違う、グローバルビレッジということで、たくさんのね、美味しい食べ物が出て、私たちもさっき買い物してきたんですけど、はい、パワーが、ね、みなぎっておりますので、そのパワーで、今日のライブも楽しみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけでね、自己紹介も終わったということで、はい、続いての2曲を聴いてほしいと思います。続いての2曲はですね、さっきの歌とちょっと変わってクールでかっこいい楽曲となっておりますので、ぜひかっこいい私たちに注目して聴いてください。はい、それでは聴いてください。アンリミテッドハート。
ない不思議な感じはノイズ混じりのルーツな言葉を曖昧な関係じゃいられない、何かを変えなくちゃ感情がスピンして止まらない、声を聞きたいから、ありにいつも優しさに包まれてたら、今やきっと一人じゃ歩けなくなる、続けて、かっこいい曲を聴いていただいた、ところで私の方からの曲をさせていただきます。博多ならではのドンタクが、3、4日 今週のゴールデンウィークに開かれるんですけど、私たちアップルマスターは3日、4日どちらも参加させていただきます。ありがとうございます。3日は1公演なんですけど、4日は3公演出演させていただきます。私たちのツイッターとかにも詳細を載せてますので、よかったらお尻を触らないでください。ごめんなさい。よかったらぜひ見に来てください。よろしくお願いします。イエーイ。よろしくお願いします。スタンプルマスターは毎月第4週目の金曜日に、天神のあちらにあるドラムレジェンドさんの方で単独ライブをさせていただいてます。はい、全曲やったり私たちならではのライブとなっておりますので、ぜひお時間ある方は来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、その他にもたくさんライブに出演させていただいてます。はい、私たちの公式のツイッターやオフィシャルサイトで詳細を載せていますので、ぜひそちらをチェックしてお越しください。よろしくお願いします。はい、アップルバスターで検索してくださいね。はいはい、というわけで告知も終わったということで、ラストの曲いきたいと思います。
初めてお会いする方が多いのでちょっとおこがましいんですけども、皆さんでやりたいポーズがあります。カメラを持ってる方も片手でよくぜひお願いします。ですね、私がご一緒にっていうのでそこでちょいちょいちょいやってみて。そう、これリンゴちゃんのポーズなんですけども、ありがとうございます。アップルバスターはアップルだからこういう感じでリンゴちゃんをモチーフにしたところをやっておりますので、ご一緒にって言って最後ら辺に出てきますので、ぜひそこだけお願いします。カメラとかもね、たくさん動画とか撮ってもらって、あとはツイッターとかにツイッターとかに上げてもらって、私たちを第二の橋本環奈ちゃんにしてください。お願いします。それではラストの曲聴いてください。シャイニーガールズ。Oh, yeah.
敵なライブ本当にありがとうございます。おかげさまですごい楽しいライブとなりました。この後は、そちらのブースの方でチェキ会をやらせていただくので、ぜひ私たちと記念写真を撮ってください。よろしくお願いします。お願いします。はい、この後もね、まだまだたくさんのアーティストさん出られますので、この後盛り上がっていってください。それではアップルバスターでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。アップルバスターの3人、はい、ごめんなさい、はい、アップルバスターの皆さんでした。もう一度盛大な拍手をお願いいたします。はい、物品販売ね、していただくということなので、ステージの右側の方ですね。はいはい、皆さんどうぞよろしくお願いします。この後、